クイーンフィッシュ、潜水艦。クイーンフィッシュ、アセスクイーンフィッシュ、SS、ギースマイナス393は、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻、艦名のクイーンフィッシュは、主に二通りあり、インド太平洋に分布するアジカイケカツオ族のフサか、北、アメリカ太平洋岸に生息する、ニベカに属する、クイーンクローカーの通称にちなむ。 アメリカ公文書は、クイーンフィッシュの命名由来を、クイーンクローカーと示唆している。クイーンフィッシュは1943年7月27日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。11月30日に、ロバート・エー・セオボールド・プジンによって、命名、浸水し、1944年3月11日に、艦長チャールズ・リー・ラフリン少佐。 アナポリス1933年組の指揮下、収益する。収益後は、東海岸での成長及び、ハワイ海域での訓練を終えた。8月4日、クイーンフィッシュは、最初の紹介でバーブ、アセスバーブ、SS-220、タニー、アセスタニー、SS-282 と、ウルフバック、エドのインク消しエド、エスラデケイターズを組んで、 ルソン海峡型に向かった。ウルフパックの指揮官は、ユージーン B フラッキー艦長式のバーブに座上した、エドウィン・アールス・ウィンバーンであった。8月31日、のガランビ南南東海域で、タニーが南下してくる、ミ15戦乱を発見し、クイーンフィッシュもこれに続いた。未明、クイーンフィッシュは、王宮タンカーの千代田丸、日本優先、4701トンに対して、巨雷を6本発射。 魚雷は、千代田丸の右辺に4本が命中し、千代田丸は、前線炎上の後3時35分に沈没した。続く、第2撃では、タンカーの立甲丸、日本輸送船、9181トンに魚雷を3本、命中させたが、立甲丸は、沈没を逃れた。翌9月1日、谷井波飛船団の一つの日73船団を、攻撃した際、 空母運用機の爆撃を受け損傷し、障害を打ち切って、戦線を離脱。クイーンフィッシュは残ったバーブと共に障害を続けた。9月9日未明には、バタン諸島海域を南下する、タマ25戦団を発見し、火脚船豊岡丸、カブラキキ船、7097トンに魚雷を命中させて撃沈し、続いて輸送船満州丸、日本海、飛船。 3054トンに魚雷を3本命中させて撃沈した。9月12日、海南島のはるか東方で日72船団が攻撃され何隻かの沈没が出た。撃沈された船舶の中には、連合軍の捕虜を満載していた、落葉丸、南洋海運、9418トンも含まれていた。日本軍は、自軍の生存者は救助したものの、 2100名のイギリス及びオーストラリア兵捕虜の救助は行わなかったか、落葉丸と共に沈めてしまった。太平洋潜水艦隊司令は部隊に対して、海上を漂流する捕虜の救助を命じ、クイーンフィッシュとバーブのウルフパックにも救助が命じられた。9月14日13時ごろ、クイーンフィッシュの見張りはイカダを発見。近寄ってみると、イカダの内外に大勢の人間がしがみついていた。 ほとんどは弱っており、クイーンフィッシュから投げられたロープに捕まる気力すら、なかった。そこで、クイーンフィッシュの士官、水兵らは自ら飛び込んで、彼らを救助し、艦上に引き上げた。彼らは言うまでもなく、落葉丸から放り出された捕虜たちだった。乗組員は救助した、捕虜18名に、看護や戦場、食料で手厚くもてなした。にもかかわらず、2名のオーストラリア兵と、 イギリス兵は池を引き取り、水槽の霊で葬られた。ウルフパック全体では127名を救助した。台風が接近したため、クイーンフィッシュの紹介は終了した。10月3日、クイーンフィッシュは59日間の行動を終えて、マジュロ干賞に祈祷。保養救助の功に対し、大統領特別勘定が授けられた。10月末、クイーンフィッシュは2回目の紹介でバーブ。 ピクーラ、アセスピクラ、SS-382 と、ウルフバック、ラフリンズ・ルーパーズ・ローフリン、エス・ルピアーズを組んで、東、シナ海に向かった。クイーンフィッシュのラフリン艦長は、ウルフバックも指揮することとなった。途中、サイパン島に寄港した後、トカラ列島を抜けて、東、シナ海に入った。11月8日、クイーンフィッシュは発行丸、朝鮮優先。 1948トンと、京城丸、中川紀船、1051トンを撃沈。翌9日夜には、特設砲艦長寿山丸、朝鮮優船、2131トンを撃沈した。この頃、太平洋潜水艦隊司令は、満州からフィリピンへの増援船団の接近を警告し、ルーパーズとももう一つのウルフパック、イタズラコアーチャンズが共同して、こう行うこととなった。 11月11日には、大瀬崎東大付近で、モマレれなな船団を発見し、輸送船ミホマル、日本優船、4667トンの船首に、魚雷を命中させたが、ミホマルは沈没せず、佐世保に引き返していった。11月15日、クイーンフィッシュは、浮島沖から出てきた日、81船団を発見。11時50分、陸軍特殊船秋津丸、 日本海運9186トンに対して、魚雷を発射。魚雷は、秋津丸の弾薬庫付近に命中し、炎上、秋津丸は3分で沈没した。この後、火81戦団は、ピクーダが、陸軍特殊船マヤヤママル、三井船舶9433トン、いたずらっ子の、スペードフィッシュ、アセススプードフィッシュ、SS-411 が、 空母新高をそれぞれ撃沈。他にもバーブが、モマレ7戦団から、ナルオマル、山下千戦、4823トンを、いたずらっ子のピート、アセスペと、SS-265 が立つアキラマル、二千戦、2746トンを撃沈しており、極めつけは非81戦団と同じルートを、航行してきた、ミ27戦団で、非81戦団攻撃後も、 同じ海域にいたいたずらっ子の猛攻により輸送船4隻を失った。一連の戦闘でフィリピン防衛に増派されるはずだった日本陸軍の兵士の多くが失われた。クイーンフィッシュはこれらの攻撃を通じて、撃沈、大破した艦船を含む6つの目標に合計22本の魚雷を発射し、その半分が命中したと判断された。12月初頭。 クイーンフィッシュは35日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島、過去2度の紹介の頃で、主君部大賞を受賞した。12月29日、クイーンフィッシュは3回目の紹介でバーブ、ピクーナとウルフパック、ルーパーズを再度組んで、東シナ海、台湾海峡方面に向かった。年1月1日、ルーパーズは天候観測船に打撃を与え、 これは幸運の前触れとして受け止められた。一週間後の1月8日、ルーパーズは台湾沖を節眼航行中の持た30戦断を発見し、連携攻撃をかけた。しかし、バーブとピクーダが順調に戦果を上げたのに対し、クイーンフィッシュはバーブのフラッキー艦長を曰く、信じられないほど下手な魚雷発射で16本の魚雷を発射し2本の命中しか確認できなかった。その後、 クイーンフィッシュはバーブ、ピクユダと共に、タンカー、彦島丸、ママ三菱旗船、2854トンを追いかけ回して、痛めつけ、彦島丸は浅瀬に座礁した。1月16日には、牛山島近海で、別の輸送船団に対し3度の攻撃を行ったが、すべて外れた。惨めな結果に、ラフリン中佐は、戦闘日誌に、畜生と殴りがきをした。 魚雷を使い果たした、クイーンフィッシュは、魚雷を補給すべく、グアムに向かったが、真珠湾へ向かうよう指示された。1月29日、クイーンフィッシュは32日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦の回収が行われ、艦の乗組員のうち4分の1が、新入りと入れ替わった。2月24日、クイーンフィッシュは4回目の紹介でスポット、アセススポット、 ss-413、シーフォックス、アセスシーフォックス、ss-402 と、ウルフパック、ポストズ・パンツァーズ・ポストス・パンツァーズを組んで、東シナ海、台湾海峡方面に向かった。パンツァーズはその名を冠した二つ目の部隊であり、スポット艦長ウィリアム・エス・ポスト・ジュニア・中佐、アナポリス1930年組引きられ、途中、サイパン島で補給することになったが、 クイーンフィッシュは、サイパン島到着までに新しく入った乗員を管理、鳴らすことにした。3月6日に、サイパン島に到着し、潜水母艦、フルトン、アセスフルトン、AS-11 に横付けして、整備の後、3月9日に出港。この時、一通の重要な伝言、緑十字線泡丸、日本優先、11249トンの、 行動に関する情報が書かれた伝言がクイーンフィッシュに積まれていたが、刺したる関心は引かなかった。クイーンフィッシュは3月22日に病院船を発見したほか、空母のような艦船も含めて4月1日の日没までに5隻の敵艦船との接触があったが、いずれも攻撃には至らず乗組員の間にはイライラがつのっていた。この間、スポットが搭載魚雷をて消費し、 補給のため機関、部隊の指揮は、ラフリン中佐が取ることとなった。4月1日22時、クイーンフィッシュのレーダーに反応があった。ラフリン中佐は戦闘配置を礼し、目標を待ち構えた。クイーンフィッシュは、目標から見て、東北に位置し、距離を詰めて、相手が対戦行動を取っているかどうか確認した。ノームの中で、目標は接近し、 超音すると重たいスクリュー音がしたので、相手は駆逐艦か護衛艦であろうと思われた。クイーンフィッシュは艦尾発射艦を目標に向け、23時頃に魚雷を発射。魚雷はすべて命中し、目標が2つに割れて消え去ったのを確認した。ラフリン中佐は回答して、撃沈推定位置に移動するよう命じ、油と残骸が漂う、その位置に移動すると、 20名ぐらいの出来者がいた。クイーンフィッシュから浮き輪のついたロープが放り込まれたが、1名を除いて、海中に消えていった。その1名、下田寛太郎が尋問で鮮明を問われ、あわまると、カタカナで書いたので、関連情報を探したところ、先の重要な伝言に関連した伝文が見つかり、撃沈したのは、病院船扱いの安藤券を、アメリカ政府によって保証されており、捕虜収容所への 赤十字の救援物資を運搬していた、アワマルだったことが判明。農務の中、アワマルは国際協定に従って、汽笛を鳴らしながら航行していた。これを聞いたら不倫中佐は一言、そんなバカなと言った。クイーンフィッシュの来撃によるアワマルの撃沈は国際法違反であり、戦時中にもかかわらず、アメリカ政府はその責任を認めることとなった。だが、 別ルートでこのミスを知った合衆国艦隊司令長官見海軍、作戦部長のアーネスト・キング大将が太平洋艦隊のチェスター・ニミッツ司令長官にことの次第を素早く伝えるよう催促したがニミッツ長官はのらりくらりと返答を伸ばし伸ばしにし18時間後にようやく返答したニミッツ長官はまた太平洋艦隊潜水艦隊司令官 チャールズ・エイ・ロックウッド中将の震源で、クイーン・フィッシュの祈祷を意図的に遅らせることに賛成した。クイーン・フィッシュは4月3日まで探索を続けたが、包みに包まれた生ゴムと中身がわからない箱を回収しただけだった。4月7日、クイーン・フィッシュは紹介期間の延長を要求したが、その返事は、紹介期間延長ではなく、即時の祈祷であった。 クイーンフィッシュのラフリン駐在や高級幹部は腹を決め、戦闘報告をしたためた。帰還途中の4月11日、クイーンフィッシュは PB4Y-2 プライバティアの乗組員13名を救助すべく一旦引き返した。クイーンフィッシュは、公天の中、2隻のイカダに分譲した13名を救助し、駆逐艦への異常要求をあえて断り、弁護の出しにしようと目論んだ。 クイーンフィッシュは四十六日間の行動を終えて、グアムのアプラ港に帰港した。出迎えた、ロックウッド中将は、ラフリン中佐に、艦長の職を解き軍法会議にかけられることを告げた。ラフリン中佐は三つの罪で告訴され、命令に対する不注意ということで、有罪判決を受けた。戦後、アワマルは、協定に反して、軍事品を積載していたことが確認された。ラフリン中佐は、 その後召喚まで昇進し、ラフリン中佐の公認の艦長には、艦長心得として上館していたフライク・エヌ・シェーマー、アナポリス1937年組が就任した。6月2日、クイーン・フィッシュは5回目の紹介で、東、シナ海に向かった。クイーン・フィッシュの紹介は、この5回目が最も事件が少なかった。クイーン・フィッシュは69日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰島した。終戦時には、ミッドウェイ島を受けて次の紹介の訓練中であった。クイーンフィッシュのシェーマー艦長は、訓練を中途で切り上げることはせず、メニューをすべて消化してから、ミッドウェイ島に戻ってきた。上陸するや、いなや、クイーンフィッシュの乗組員はドンちゃん騒ぎを繰り広げた。クイーンフィッシュは、メアアイランド海軍造船所でのオーバーホール後、 太平洋艦隊潜水艦部隊の機関となった。戦後は、真珠湾を母校として1946年3月、及び1949年6月から7月に極東へ展開しが、1950年代の大半は、太平洋東部での訓練活動に費やされた。1947年の後半には、ベーリング海での作戦活動を行った。 クイーンフィッシュは1950年2月及び3月にアメリカ太平洋艦隊とイギリス艦隊の合同作戦に参加した。1951年と53年には朝鮮半島海域への巡航を行う。1954年2月、新たな母港のサンディエゴへ向かった。続く4年にわたってクイーンフィッシュは西海岸で活動し、その間1956年後半に ハワイで2週間の活動を行った。1958年1月16日、西太平洋での6ヶ月間の配備に向かい、サンディエゴには7月27日に帰還。その後は西海岸での活動を再開した。クイーンフィッシュは1960年7月1日にギースマイナス393実験潜水艦に艦種変更された。 1963年3月1日に退役、同日除籍された。スクラップとして廃棄される予定であったが、1963年8月14日に、標的艦として、ソードフィッシュ、アセスソードフィッシュ、SSN-579 のラ撃で沈められた。クイーンフィッシュは、主君部大賞を受賞し、第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。